李銀10月20日から1970年5月1日は、大韓帝国最後の皇太子で、日本の王族、李王。大韓帝国時代の称号は、英心王、伊藤博文と李銀李氏朝鮮が、大韓帝国と解消した年に、初代大韓帝国皇帝、皇宗の七、男として生まれる、母は純昆期悲言氏、イボアニノリが即位すると皇太子となった。1 9 0年、 1十歳で伊藤博文を中心とした日本政府の招きにより留学名目で訪日。翌1908年学習院に入学。その後、1910年に行われた日韓併合によって王政史となり、皇層、順州、皇后と共に王族として日本の皇族に準じる大軍を受ける。継承は、殿下、1911年9月に、 陸軍中央幼年学校の第二学年時に編入する。小柄な体型のため機械体操を苦手としたが、音楽や武道を得意とし、同期生から敬愛を集めた。陸軍士官学校で教育を受けた。この際には、貧困で20点満点中19.7点の評価を受けるほど模範的な学生だった。陸軍士官学校卒業後は、第二本帝国陸軍に入隊し、 その後、不評第59連隊長、陸軍士官学校教官、この絵不評、第二旅団長などを経て、陸軍中将になる。1945年4月には、軍事参議官に補せられた。その間、1920年4月に、皇族の梨本の宮森正王、同妃、いつこ夫妻の第一女子、雅子女王と結婚する。政略結婚であったが、妃である、雅子女王と、 その実家である梨本宮家のとの関係は良好であった。また、朝鮮王室が保有する、動産、不動産による財産は一部の皇族を上回る面もあり、利用夫妻は嫉妬と戦望を受けた。こうした背景から、銀は務めて、模範的な帝国軍人として、振る舞おうとした。夫妻の間には、結婚の翌年に第一男子のリススムが誕生した。 しかし1922年4月、利王政治夫妻が生後8ヶ月の進ススムを連れて朝鮮を訪問した際、進ススムは救世する。進ススムの救世には当時より陰謀説がある。1926年の順州の皇居に伴い利王家を承継した。1931年に第二男子の利休が誕生した。第二次世界大戦の日本の敗戦後、 1947年5月3日の日本国憲法施行に伴う王皇族制度廃止により利用の未くを喪失した正規陸軍将校であったため公職追放となった朝鮮日報の金安志君は日本の敗戦時李銀がどうかこれまでと同じ待遇を続けてもらえないかと日本の内閣に哀願したという証言が残っているとしているが誰による証言なのかは書かれていない 在日韓国人となった李仁雅子夫妻は帰国を試みるが日本と大韓民国の間の国交は樹立されておらずその上平政復興を疑う李正万大統領の妨害などもあり帰国できなかった1959年3月渡米中に脳梗塞で倒れ5月に日本へと戻る1961年渡米途中に日本に立ち寄った 僕世紀大統領と面談。翌年夫婦ともに韓国籍になることを認めるとの通知を受ける。1963年に日韓国交正常化交渉が始まると、同年11月夫婦ともに韓国へ渡るが病心であったため、金浦国際空港からソウルの聖母病院へと直接運ばれた。1970年4月28日。 結婚生活50周年の近婚式を病院で開くが、その3日後に病院で死去した。李銀は皇帝への即位はなかったが、牧世紀の許可を経て、王家の創業である、栄安氏殿に、異貧大使の死亡で遺杯が収められた。政子人の間にに難を設けた。王政子であった、李進むの、突然の溶接には、当時より陰謀説がある。 日本皇太子、吉人新王法官時、有栖川宮武人新郎と共に、利用を受けて1936年2月26日の2.26。事件当時、利銀は、宇都宮府表第59連隊長だったが、2月28日には、連隊の一部である、混成大隊を直卒して上京した。29日零時半に、新宿駅に到着した後、 球団のホテルを接収して、本部を構え反乱軍を鎮圧すべく退治した。各地の航空隊を視察するときは必ず現地の神社を参拝した。1944年7月26日には、副官や参謀を伴って空母包装に上官し、海軍の攻撃708飛行隊や攻撃405飛行隊と共に合同で、 夜間来撃訓練を行っていた機関の陸軍飛行98戦隊を視察した。この部隊は後に海軍の指揮下で台湾沖航空戦に参加した。李銀の侵類、近親、祖先の詳細、原形不規略法的には日本国籍を喪失したのは1952年4月28日のサンフランシスココア条約発行時だが、日本の法令では様々な分野で 外国人の扱いであった。ありがとうございます。